ジャニーズ事務所の機能停止状態と飛べの新たな挑戦。ジャニーズ事務所の元副社長滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、飛べ、トゥービーが多くの元ジャニーズメンバーを引き込み、その存在感を増しています。ジャニーズ帝国に革命の嵐が吹き荒れている中、 今回は戸部に所属する平野市央と神宮寺雄太の加入に焦点を当て、ジャニーズ事務所の機能停止状態という背景を探ります。また、ジャニーズの性加害問題や戸部の対応についても取り上げます。ジャニーズ帝国崩壊の序曲、ジャニーズ事務所の元副社長である滝沢秀明氏が率いる新しいエンターテインメント事務所。 トベは、ジャニーズ在籍時代から活動していた若手アーティストたちを次々と引き込んでおり、その存在感は急速に拡大しています。トベの中核を成すのは、ジャニーズ事務所を退所し、イムップ、IMP と名乗ることを発表した7人のメンバーで、さらには元ジャニーズの平野潮と神宮寺優太が所属することも発表されました。 これにより、元ジャニーズメンバーによる遺跡が加速し、ジャニーズ事務所の機能停止状態が浮き彫りになっています。滝沢氏の影響力、戸辺の急速な台頭には、滝沢秀明氏の影響力が大きいと言えます。滝沢氏は配信ビジネスに精通し、エンターテイメント業界において革新的なアプローチを試みています。彼は、 戸部を成功させるための収益を生み出す戦略を練り、その実現に向けて努力しています。これにより、ジャニーズ事務所を離れても成功を収められる安心感が多くのアーティストにとって魅力的な要素となっています。元ジャニーズメンバーの動向。戸部には元ジャニーズメンバーが続々と加入しており、これからも新たなメンバーの合流が期待されています。 例えば、キスマイフと2の北山博光は滝沢氏を尊敬しており、戸部に加入することが確実視されています。また、元キングプリンスへの岸ユータも9月に退場が決まっており、戸部に合流する可能性が高いとされています。これにより、戸部はますます勢力を拡大し、第二のジャニーズと呼べる存在となるでしょう。平野仕様の影響力。 元キングプリンスへの平野仕様は、戸部に所属することが発表されるや否や、その存在感が急速に増しています。彼のインスタグラムはわずか4日でフォロワーが300万人を突破し、大手メディアでも注目を集めています。彼の SNS の投稿がツイッターのトレンドとなることもしばしばあり、その影響力は計り知れません。 滝沢氏は、平野氏要をはじめとする才能あるアーティストたちを活用し、飛べを成功させる計画を練っていることでしょう。ジャニーズ事務所の機能停止状態。飛べの成功と元ジャニーズメンバーの遺跡が急速に進行している背後には、ジャニーズ事務所の機能停止状態が影響しているとされています。 ジャニーズ事務所はかつて数々のアイドルグループを輩出し、エンターテイメント業界で圧倒的な存在感を誇っていました。しかし、最近の性加害問題により、事務所は危機的な状況に立たされており、適切な対応が難しい状況にあります。性加害問題への対応。ジャニーズ事務所は性加害問題について国際的な注目を集めており、 国連人権理事会までがこの問題に関心を寄せています。国連のビジネスと人権作業部会は被害を訴える当事者への聞き取り調査を行い、日本政府と面談する予定です。この外圧により、ジャニーズ事務所がますます深刻な立場に立たされる可能性があります。戸べの挑戦。 トベはジャニーズ事務所の機能停止状態を背景に急速に勢力を拡大しています。滝沢氏の指導のもと、トベは新たなエンターテイメントの可能性を探求し、華々しく羽ばたいていくことが期待されています。ジャニーズ帝国に揺れが走る中、トベが新たなエンターテイメントの時代を切り開いていくことに注目が集まっています。 トベの台頭とジャニーズ事務所の未来。トベの台頭は、ジャニーズ事務所の未来に大きな影響を与える可能性があります。滝沢氏の指導の下で、トベは新しいエンターテイメントのスタイルを確立し、多様な視聴者層に訴求する力を持っています。一方で、ジャニーズ事務所は性加害問題という深刻な課題に直面しており、 これを適切に対処することができなければ、ますます困難な状況に立たされることになるでしょう。滝沢氏の野望とジャニーズ帝国の未来、滝沢氏の飛部に対する野心は大きく、彼はエンターテイメント業界において新たな地平を切り開くことを目指しています。その一環として、 トベは国内だけでなく、海外にも進出し、グローバルな観客層に訴求することを計画しています。一方で、ジャニーズ事務所は、その歴史と伝統に根ざした立ち位置から離れてしまうかもしれません。この動きは、ジャニーズ帝国の未来を不透明なものにしています。滝沢秀明氏が率いるトベの帯同により、ジャニーズ事務所はミソユの危機に立たされています。 滝沢氏の指導の下で、戸部は新しいエンターテイメントの形を模索し、その影響力を拡大させています。一方で、ジャニーズ事務所は性加害問題という深刻な課題に直面しており、それが事務所の将来にどのような影響を与えるかは未知数です。エンターテイメント業界は今、新たな時代の幕開けを迎えようとしており、 トベトジャニーズ事務所の行方が注目されるところです。